飲んでしまうから飲まないようにって言ってお酒を隠したりとかでするんですが、どういうわけか鼻が利いて隠してるとこを見つけてきて飲んでるんですよね。で、もうどうしようもないから買ってきたのを目の前でこう伏てたことがあるんですね、蛇口に。そしたらもうその次からはこう自分で抱えたまんまお酒を置かない、でもう絶対こう離さないっていう感じで、もうこれはやっぱり異常だなっていうふうに思って、だから離婚した時に僕は別れた嫁と娘に対して本当にかわいそうな思いしたなって、一緒になった時にこの女を俺が一生幸せにしてやるって思って一緒になったにかかわらず自分の酒で不幸せにしてしまった、金銭面の償いなんて自分がお酒さえ飲まなければなんぼでも働いてお金の償いはできるんですけど、心の傷は決してやることできないですね。男子会といいますのは、アルコールでいろんな問題を抱えた方がアルコールをやめていくために集まった集団ということ で、アルコール依存症とか、それからお酒でいろんな問題を抱えている方を、主害者というふうに呼びますけれども、男子会はこの主害者と主害者本人とそのご家族の方々の集まりという形になっております。過去の私が酒のために家族を泣かせ、親戚に迷惑をかけ、友人を欺き、人々をたびたび苦しめて社会に害毒を流したことは酒に罪なく、罪は飲んだ私にあることを認めます。最初はこう男子会のチラシを見てどんなところなんだろうっていうふうのがあって、私も男子会ってどういうのかわからなかったんですけど、ちょっとどういうのか、見せてもらおうっていうことで行き始めて、今こう主人がお酒を飲んでひどいんですよっていう話をしたら、あ、うちもそうだったのよっていう感じで私の話を聞いてくれて、あ、もしかしたら飲まないでいられるのかなっていうのがあって期待はしたんですが、主人の場合にはその男子会っていうのにつながるまでに2年半ぐらいかかり、その間私もずっと一人で行ってたんですけど、出席するようになるまで2年半ぐらいかかって、なんとかそれもしぶしぶ私についてくるという状態で最初来てて、できれば休みたいというような感じで、何かあると休む口実を探してるっていうのが最初のうちは本当にあったんですけど、はっきりとは分からないんですけど、だんだんこう行かなくちゃいけないっていう感じになり、なんとか通ってたらこう役をもらって、もう役をもらうと休むわけにいかないということがあって出席するようになったということで、栃木県は5つのブロックに分かれておりまして、それぞれに支部が合計15ございます。で、各支部週に1回例会を開催しておりまして、参加された方が酒にまつわる体験談を話す自由意思の交換というものが行われます。で、この自由意思の中で主催者は過去自分がお酒が原因で行ってしまった失敗ですとか、いろんな方に迷惑をかけてきたようなお話をされますし、ご家族の方はその主催者からどんな被害を被ってきたかというようなことを話されることになります。やっぱり最初のうちは強制的じゃないですけど、そういうふうに行かなきゃいけないっていう状況を作らないと、なかなかこう自分から行こうっていうふうに思わない人もいると思うので、やっぱりこうなんとかその霊界っていうか、その男子会に出席続けるっていうことが本当に必要じゃないかなと思うんですよね。私は男子会でしか酒はもうやめられないと、これは確信を持っていましたから、
断ち切ることができたというか、飲酒欲求に勝つことができました。でそのおかげで今も、こうやって被害体験を自分で話したり、他の人の被害体験を聞くということが断酒継続の一番の薬になるというふうに言われております。食品をスーパーさんに売る仕事だったんですね、営業してまして、でやっぱりちょうどバブル時期の頃っていうのは、得意先を招待する、でも仕入れ先のメーカーさんからも招待される、そして自分も接待交際費を使える立場だったんで、得意先を招待するときには会社から持ち出すお金で、メーカーさんに、招待してもらうときにはタダで呼ばれる、その繰り返しが12、3年続いてたと思いますね。ちょうど911テロの前日に吐血して、内科の病院に、救急車で運ばれたんですね。それでもうお酒やめたいんだけどやめられない状態で、内科の病院で治療を受けた。そして、そこの先生に、前澤さん、もう一つ治さなきゃならない病気があります。で先生、その病気って何なんですかって聞いたら、アルコール依存症。で僕はアルコール依存症って言葉は知ってたんですが、アル中とは違ってアル中よりも程度の軽い病気だと思ってたんで、じゃあすぐ治療を受けさせてください、どこ行けばいいんですかって話したところ、県立岡本大病院にで治療を受けましょうと。で入院して、3日目に学習会でアルコール依存症って分かった時は泣きが入りましたよね。アルコール依存症っていうのは本当に厄介な病気でございまして、なかなか一人でやめようと思っても苦労してやめられないっていう場合が非常に多く見受けられます。その時に病院に来てくれた男子会の方が、西部男子会鹿沼支部にいた林さんっていう方なんですね。素晴らしい方だったんですね。先輩を見た時になりたい、そのようになって人生を終わりたい。断酒会は宗教とは全く関係ございませんし、政治的なものでもございません。会員数でいきますと全国で約6000名、各県に断酒会がそれぞれ存在しているという形になっております。で栃木県の断酒会は正式名称を栃木県断酒ホトトギス会というふうに言います。でこのホトトギスと言いますのは、徳川家康公の鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギスの句から引用しておりまして、なかなか断酒に踏み切れない方々がいても、辛抱強く説得に当たっていこうというような気持ちを重ね合わせております。断酒っていうのは一人だと 2,3 日はお酒を飲まなくて済むと思うんですけど、やっぱりそれを長く続けるっていうのは大変かなと思うので、やはりそういう時に周りに同じような状態の人がいるっていう、この断酒会にこう出席するっていうことは、飲んでる本人もそうですけど、家族の方もこう断酒を続けていく、その支えの仕方ということが分かって本当に良かったなっていうふうに思っています。僕は家庭を壊した人間です。今壊れる寸前まで飲んでる方を救ってあげたいっていうのが僕の目標です。僕は壊してしまった、だから壊れる寸前の人がいたら僕に連絡くれれば、僕はたとえ夜中でも動いて家庭を壊さないために一生懸命尽くしてあげたいなと思ってます。非常にその断酒会っていうと敷居が高いかもしれませんけれども、一度足を運んでいただいて実際に体験していただいて、一緒にやめていこうという気持ちになっていただければ本当に嬉しいなというふうに思いますので、いつでもお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。